どうも GPH です。というわけで今回はドリーやっていきたいと思います。ファインディングにもよりって書いてあるけど、ファインディングドリーじゃないの？まあそんな細かいところは置いといて、注目なのは Z 字状に積もを消すよということでね。まあ多分、こういう感じわかんないけど、まあ見てみよう。それが一番手っ取り早いね。というわけで今回もフルアイテムプレイでやっていきたいと思います。はい、やってきますよ。よっしゃ。あ、そっか、青だから後ろとこう被っちゃうね。きつい。よいしょ。さあ、どんなスキルなんでしょう。いけ。 Z 字状っていうか、どっちかっていうとこの中身のところを消してるって感じかな、イメージは。そんなになんか稼げるイメージもないけれども、どうなんだろう、わかんないな。なんかそんな強い気がしないんだけど。またこれもスキルレベルが上がったら変わってくんのかな、シンデレラとかさ、ああいうやつみたいに。でも使い方もないもんね。プレイヤーのレベル動向ではないからね、これね。もう決められてる範囲だからね、ある種。よいしょ。スキルは溜まりやすいのかな。毎回言ってるな、俺。スキル溜まりやすい、スキル溜まりやすいって。でもどうなんだろう、これ。使えるのかな？怪しいよ。よいしょ。使えるのかな？よくわかんない。コインも稼げないと思うし、これは。なんとフランダーを思い出す感じね。でもこう、なんか、ドリーのその、なんていうの、なんかあっち行ったりこっち行ったりしてる。ほら、アニメーションでもさ、ハテナってついてるからね。結構かわいいよ。ちょっと今度はね、ハテナ注目ね。折り曲がるときに、ほら、ハテナ。ハテナ。ね。出るでしょ。これをね、細かいね。ほんと細かい。よくこう、表してると思うよ。うまく表現できてるね。よいしょ。上から目線になっちゃってるから、まあそこは気にしないでくださいよ。言い方の問題だから。よいしょ。さあさあさあ、頼みますぜ。よいしょ。でもやっぱりあんまりいかないな、これ。ニモの方が当たりっぽい感じするけども。よいしょ。頼むよ頼むよ。よし、なんとかもう一回フィーバー入りたいんだけど、入れたね、ギリギリセーフ。ただもうスキルも下手くれもないね。はい、終わりました。結果は400万点ちょっと超えるぐらいかな。うん、コインもそんなにたまらないし、やっぱりニモの方が当たりっぽいね。というわけで皆さん、ドリーのプレイでした。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。まだチャンネル登録してなかったらぜひチャンネル登録お願いします。そして他にも SNS のアカウントがあるから、ぜひそちらも全てフォローしてみてね。バイバイ。